今回は蒸し器を上手に利用したお料理をご紹介したいと思います。これは下の段で、ビニールの袋に入れていつものようなお湯ポチャで茹でるお料理で、その蒸気を利用して上では蒸すものをやる。例えば下でご飯を作って上でおかずを作るという方法もできますので、その形を今日はご紹介したいと思います。今回はお湯の中に入れる茹でるお料理の方は焼かない卵焼きです。材料は卵のほかにサンマのかば焼き、それから ひじき、そして乾燥のネギ。卵は約3個あれば足りると思います。このくらいが、ちょうどこの1個に対して出来具合としてはちょうどいい割合だと思います。それではやってみます。それでは作り方の説明をいたします。とても簡単です。まずビニールの中に卵3個のほかに、先にサンマのかば焼きをね、汁ごと入れてほぐします。全部これを汁ごと入れてください。はい、そしたらこれほぐしておいた方が後で食べやすいです。でこうしてよくほぐして、こうですね。はい、そうしたらこの中に卵を割り入れます。はい、そうしてごめん、切れてなかった。いい？つなげます。はい、これひじきですね。乾燥の、すぐに戻るような芽ひじきの方が楽だと思います。これを適量ですね。お好みの量を入れます。はい、そしてもしあれば、これは普通のネギがあればネギでもいいんですよ。これ私は今日は乾燥のネギを使います。はい、これも入れます。はい、そうしたらこれをよくもみもみして、卵がよく混ざるように、サンマのかば焼きと卵がよく混ざるように卵も潰しながら混ぜます。出来上がりは卵焼きのように出来上がりますのでね。はい、よく混ざりました。そうしたら前にも説明した通り、下の方で押さえといて上をぐる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 っと回して膨らみますので、その膨らむ分の余裕をこう絞っておきます。そして上を縛ってください。しっかりとここに輪を止めてください。こうなります。はい、そうしましたら蒸し器の下のお湯が沸いているところに入れます。前にもお話ししましたけど、お皿を1枚入れたお湯の中に入れてくださいね。はい、これで約15分ぐらいでしっかりと固まります。はい、お湯にポチャンと入れた先ほどの焼かない卵焼きが出来上がったようですので、様子を見ましょう。はい、暑いですからね、火傷しないように気をつけてください。はい、もう固まってますね。このようにして固まりましたので、これを袋から出してもう出来上がりです。はい、先ほどビニールの袋から出したものをカットしてみました。お好みでケチャップなどをかけてもいいと思います。